いやマジで事件ですこれ。はい、皆さんこんにちは、トリスーです。今日はですね、減量中に私の身に起こったこと、まあ、その考えられる原因と対処法についてお話しできたらと思います。まあ、と言いますのも、私ですね、11月4日のコンテストの初戦に向けて約 1.5 ヶ月ちょい減量をしてるんですよね。でこれまでめちゃくちゃ調子良かったんですけど、ここ数日で突然体重が爆上がりしました。急に 1.5 キロくらい2日でむくんでしまって、体もねなんか重たいんですよね。まあ、特に女性はこういったダイエット中の急激なむくみとか体重増加って経験する方多いと思うので、今回私の事例を参考に考えられる原因と対処法についてお話しできたらと思います。大体女性のダイエットでずっと同じような食事や運動をやっていたら、急激にむくむ理由っていうのは大きく3つかなと思うんですよね。私が思うのは、まあ生理前なのかなとか、シンプルに代謝が落ちているダイエットの停滞期なのか、疲労が溜まってるかの3つだと思ってます。今回私の場合で言うと、まず生理前でむくむっていうのは低用量ピルを常飲しているのでないんですよね。飲んでなかった頃は1回のやつ2キロくらいひどい時はむくんでたんですけど、まあ、そういったものは今考えられないかなと思います。2つ目に考えられるのが、代謝が落ちている停滞期に入ったのかっていうふうにも思われるんですけど、もしこうなってた場合はチートデーとかカーブアップをする必要があるんですよね。そもそもこの代謝が落ちている停滞期っていうのは、平均体温が 0.2 度から3度下がる時期が1週間くらい続くんですけど、今回の私の場合これもまあ一理あるかなと思ってて、ここ数日やっぱり平均体温も下がってはいるんですよね。し今減量期間でいうと 1.5 ヶ月以上経過してるので、チートのタイミングでもあるのかなって予感はしています。ただこれも結構判断微妙なところで、最近朝寒いからそれで下がってるのかなっていうのも正直ありますし、ケトジェニック自体もまだ1ヶ月経ってないんですよ。1ヶ月くらいじゃ私はあんま停滞しないので、本当に停滞してるのかなっていう検証をもう数日様子見ていこうかなと思ってます。で最後の原因としては、やっぱ疲労っていうものも考えないといけないですよね。疲労って言っても内臓系の疲労なのか筋肉の炎症系の疲労なのかって考え方ができるんですけど、まあ、これらも私はちょっと当てはまってるかなと思います。まあ、シンプルに私の増量期って3000キロカロリー毎日食べ続けてきましたし、今でも2500キロカロリー、まあ、タンパク質の量もとんでもない量を取ってるんですよね。ってなると若干内臓が疲れてるってことも考えられるんですよ。前の減量はファスティングとか入れていて結構内臓を休めることもできてたんですけど、今回ねファスティングはせずにもうとにかく筋量を上げていくっていう選択をしてるので、内臓が休まる期間が1年間ずっとなかったって感じなんですよね。なのでできるだけそこはリラックスしたりとかする工夫をしないといけないなと思ってます。でもう一つの筋疲労の方なんですけど、これはですね結構私でかいんじゃないかとぶっちゃけ思ってるんですよ。数日前にいつもやってるトレーニングと違う結構サーキット系のハードなことを仕方なくやらないといけないことがあったんですよね。都合よく私も追い込めちゃったので、その疲労がちょっと抜けてないなっていう感じがするんですよ。私のトレーニングって汗だくで鬼のようなセット数を組むとかはしてないんですよね。丁寧に一種目一種目やりきるっていう風にやってるので、まあ、正直汗もそんなにかかないしクリアな感じでやってきたんですけど、そこに追い込み系の汗だくのトレーニングが急に入ってしまって、普段感じることなかったストレスがちょっと悪い影響してるんじゃないかなと思ってます。もちろんどんなトレーニングも興味本位で楽しんでやってみるっていうのは大事なんですけど、今回それが私にはネガティブに働いてるなって印象が強いので、普段やっていない自分に合わなかったトレーニングによっての炎症が起こってる可能性はあるんじゃないかなと思ってます。まあ、特にこのボディービルにおける減量期のトレーニングって自分の決めたものを淡々とやりきっていくっていうのがすごく大事になってくるので、そのリズムが崩れたのが体的にもちょっとメンタル的にも私はストレスに感じてしまったので、そこは自分のリズムをしっかり保ってやるっていうのの重要さを今回再認識しました。はい、ということで今の私の状態はいろんな疲労が溜まってるのか、
ただ代謝が下がってるだけなのかっていろんな方向性から考えられるんですけど、しばらくここはサウナに行って筋肉緩めたりとか、多めに寝てストレッチしてあげたりとか、休息を大事にしつつ、本当にそれでも体の調子が変わらなければ待ちに待ったチートデイを入れたいかなと思ってます。食事とか体の調子皆さんに報告していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。私がプロデュースしているブランドエアリー、 Amazon にて購入可能です。ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。